はい、こんにちは。こんにちは。この間は、そうですね。あ、映ってないのこれ。世界システム論なんですね。あのウォーラーステインという人が提唱した世界システム論という考え方を、勉強したと思うんですけれども、じゃ今回は実際の歴史の中、ヨーロッパ人が大航海時代で世界へ出て行ってからというか、ヨーロッパ人が主体になって世界の一体化を進めるようになってから、まあ、どういうふうに覇権が変遷していたのかと、そういうことをまあちょっと、まあ何本かこれからやっていこうかなと思います。でまず初めなんですけども、やっぱり、この西って言われるのはスペインですね。で、まあ、ブドウの方はポルトガルです。こちらも、まあ、イベリア半島というね、ヨーロッパの西の外れですねのところにある国なんですけれども、ここから15世紀、16世紀あたりから、この大航海時代ですね、今は大交易時代とか言ったりするのがね、というような、そういう、ヨーロッパ人が船を使って、アメリカ大陸に行くだとか、アジアに進出していくだとか、インドに行くというような、まあ、そういう、まあ航海の時代ですね。ヨーロッパ人にとっては船を使って海に出ていく航海の時代が始まるわけですね。まあなぜこの2国なのかということなんですけれども、まあ実はこの2国1492年、いよいよ国が統一、レコンキスタ、ね、そう言ってくれました。レコンキスタ、イスラム教徒、まあ、ムスリムですねから、キリスト教徒がイベリア半島を奪還したと、まあ、そうい う, こう宗教的な情熱に満ち溢れている時代に、またその海に面しているんですね。大西洋です。大西洋に面しているというこの陸地を生かして、まあ、特に港町として、リスボンだとか、まあ、そういうところがあって、立地も非常に良かったと、まあ、海に出ていくためには非常に良いだったと。というので、大西洋経由で、スペインが、南北アメリカ大陸、これはあの有名なコロンブスの、アメリカ大陸発見、まあ、発見っていうのもね、その元々一つに出たんで失礼な言い方っちゃ失礼な言い方なんですけど、まあ、ヨーロッパ人からしたらこのあアメリカ大陸なんてものがあるのかというそういう発見をしたと。なんでポルトガルの方は、アフリカの南の端を回って、インドに行くと。でそこからさらにインド洋を通って、なんだインド洋を通って、まあ、中国だとか、東南アジアの方にその香辛料、胡椒とかね、そういうものを買い付けに行くと。まあ、胡椒とかものすごい値段で当時売れましたんで、まあ、そういうふうな貿易をした時期があったと。まあ、それでこう、まあ、経済面でというか、それまで地中海の地中海経路ですね。地中海を通ってそのヨーロッパにそのアジアの品物を運んでくると、まあ、主にこれはイスラム、まあ、ムスリム商人だとか、イタリアの、まあ、小さな都市国家の商人が担い手だったのが、大西洋の諸都市、さっき言ったリスボン、あとはイギリスのロンドン、それから、オランダのアムステルダムか、アムステルダム、あの辺りに貿易の中心が、ヨーロッパの貿易の中心が移っていくんですよ、この時代に。というのがありまして、今まで貿易の中心だった、まあ、商業、流通ですね、さっき言った覇権国家の、条件のうちの3つのうちの1つ、流通に関しては、このスペイン、ポルトガル、まあ、ここが主導して進めて、まあ、この大航海時代には、このスペイン、ポルトガルというのは、主導で、まあ、主導権を握って、まあ、貿易を進めていましたので、この2国に流通の、まあ、流通のまあ主導権が移っていくと。でまあ、あと、まあ、その、まあ、5個ぐらいにやられたらあれですけど、まあ、イギリスとか、まあ、オランダ、オランダは当時独立しなくてスペイン領なんですけど、まあオランスペイン領ネーデルランドっていうのかな。というところに、派遣が、まあ、派遣というか、商業面での優位性が移っていくと。で、まあ、そうですね、ちょっとまあ、言っておくと、まあ、後々の時代のことを知っている人は、
まあ、この辺からこうヨーロッパ人の侵略が始まったんだみたいなことを言いたくなるかなと思うんですけど、実際そう、まあラテンアメリカ、まあ、南アメリカなんかに関しては特にスペインっていうのは強硬な政策を取ったりして、あのインカ帝国なんか滅ぼしてるんですけれども、まあ、また後でやるかなと思うんですけど、アジアとかインドとかに関してですね、あのもうすでにこう、まあまあそうですね、アメリカに関しても独自の文明というのがあったんですけれども、中国文明の方だとか、そうですね、まあ、インドの方の文明だとか、そういうところには文明ごとを丸呑みにするというのではなくて、すでにあった交易権に参加をさせてもらうというような、そういう方向で、やっていくわけです。で、まあ、しばらくそういうのが続くわけですね。で、まあ、本格的に始まるのはまたちょっと後のことになるんですが、まあまあ、侵略というか、あの帝国主義の時代が始まるっていうのはまたちょっと後になるんですけれども、で、まあまあ、スペイン、ポルトガルなんですけれども、実はこの2国、そのさっき言った3つの条件のうちの1つの流通ですね。そう、生産の方は特に投資をしないんですよね。それでこう生産部門の方に力を入れてきたのがこのオランダというところになる、うん、じゃあちょっとオランダの説明していこうかな。あとじゃあ気にすんねんまあ今みたいな感じで、スペインと、ポルトガルはこうした条件、宗教的な情熱とあと立地っていうものの2つによってメインに出てきました。で、ちょっとさっきは説明しそうなったところがあったんですが、ポルトガル途中でこれなくなってるように感じるのは、あのスペインが途中で併合しちゃうんですね。ポルトガルちっちゃいから、まあまあ併合するんですよ。まあで、まあ、実はスペインの一強みたいな状態になりますが、スペインはこうした貿易とかで稼いだお金について、国内の産業にちゃんと投資しなかったっていう条件もあります。で、それでスペイン自体は衰退していくんですが、ここからオランダっていうものが出てきて、まあ、皆さんそのオランダっていうわってイメージしたときに、なんかオランダはスペインにいきなりバーンって喧嘩打ったのかっていうふうに思っちゃうかもしれないんですけれども、それは違って、スペインという国家の中に、だからスペイン領をネーデルラントって言われるオランダのネーデルラントっていう前身の国があって、いわばこれだからスペインなんですよ、言うならばオランダっていうのも、まあ、ちょっとすっごい議論になるかもしれませんけれども、その中でオランダはスペインに対して、まあ、独立を1581年、まあまあ、ここより前からもう独立戦争っていうのは展開してるんですが、一応公的な形で独立宣言っていうものを1581年に出すんですね。じゃあなんでオランダがスペインに対してその、独立をしようかと思ったかっていうので、すごい理由を2つくらいちょっと軽く述べさせてもらうんですね。1つ目が、まあ、やっぱりこれも、まあ、この時代はひどく宗教が絡んでくるんですが、まあ、宗教であって、スペインは熱心なカトリック国家であります。っていうのはもう大航海時代の時にその新大陸見てこうキリスト教をバーって布教しようとかって言った、まあすごい卑怯な例で言ったら、例えばイエズス会、日本にも来ましたね、ああいうのにも見られるようにすごい熱心なカトリックの国家なんですね。でもオランダはここ昔からその熱心な商工業者、まあ商売とか物を作ってる人とかがおって、大体商工業者っていうのはなんていうかプロテスタントって言われる、ちょっとまだ多分やってないかもしれないですけれども、宗教改革で、宗教って既存 のキリスト教から大体二分化するんですよ。まあ一つがカトリックって言われるような従来のキリスト教をそのまま頑張って、まあ保守派ですよね。でもう一つが革新派であるところのプロテスタントで、このプロテスタントっていうのはものすごい商工業者に対して相性がいいんですよ。まあそれは例えば、まあそれこそマックス・ウェーバーという人の書いたプロテスタンティズムとのプロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神っていうプロリンっていうような大学だったら誰でも読むような本、まあとか溢れてもらったら構わないんですけれども、まあそれを置いといて、とりあえず親和性がそこは深く非常に高いというのが一つあります。で、もう一つオランダっていうのは昔からオランダというかネーデルランドですねって言われるような国は、ここはものすごい生産力がある土地柄なんですよ。例えば第一次英仏戦争って言われるような、まあ第一次百年戦争って呼ばれるようなところでも、きっかけとなったのはフランドル地方って言われるような、かなりこのオランダ寄りのところでありますし、ここは昔から非常に産業的に豊かなんですよね。でもそうした中で、例えばスペインがまあこういうこれちょっと触れてないですけど、例えばイギリスとスペインが喧嘩してアルマダ海戦とかっていうものが展開されるっていう中で、得てしてスペインはこうすごい侵略戦争をちょくちょくやってきますから、侵略戦争というかお金を大変使いますから、当然国内の方の産業を圧迫せざるを得ないっていう事態が起きますよね。
そうすると、まあ、当然こうした豊かな地域には比較的重税が課されてしまう。で、重税が課されてしまうと、え、なんで俺らこのスペインに従わなあかんの、宗教も違うし、宗教についてもケチつけてくるし、重税も課してくるし、いる必要ないやろみたいな感じになっちゃうんですね。まあそんなわけでオランダが独立をして、で、オランダっていうものの、派遣というかになっていくんですけれども、派遣の3要素っていう中で、思い出してください。生産と流通と金融っていう3つ挙げました。ちょっともう黒板を動かすのめんどくさいんで、覚えてください。生産、作ること、流通、物をこう回すことで、金融、お金をしっかり管理すること、その3つなんですけれども、オランダの結局何がすごかったかと言われれば、生産力は既存の産業体系の中にありましたよね。で、流通っていうのが、例えばスペインとポルトガルだったら、もともとあったアジアないし、アジアの例えば中国商人、イスラム商人のネットワークに参加させてもらってたんですけれども、オランダはわりかし真剣にこの流通ネットワークに自ら主体的に介入しようとするんですね。俺がこの流通ネットワークを支配するぞっていうような気概を持って、オランダはこの流通ネットワークに参加していくわけです。それが例えば具体的に言うのであれば、オランダっていうのはすごいその、まあ、東南アジアの方の都市ですねを侵略していくんですね。まあ例えばバタピアとか、まあ特にジャワあたりですね、その辺の島を、ちょうどいいものがあった、そうだね、マラッカとかもそうでしたね、をすごいガシガシ抑えていくんですよ。で、ここの都市国家っていうものをしっかりオランダを侵略した上で、そこら辺に昔のアジアにいたような商人、イスラム商人、ムスリム商人、中国商人がいたような、その流通を支配しようとしたわけです。だからこそオーダーステインはオランダが初めての覇権国家っていうふうに言ってました。って言っても過言じゃないですね。で、オランダはもともと金融については強いです。東インド会社っていうような国営の、会社、株式会社も初めて作ります。まあ、そういった3つのこの覇権の3要素、生産と流通と金融っていうのが揃って、オランダっていうのは覇権国家になるわけですが、ここから、イギリスとフランスがオランダに対して喧嘩を仕掛けてくるわけですね。最終的にこの英仏の 2国からの圧迫によって、オランダっていうものはその、まあ、国家的に疲弊していって、でそれで覇権というものを譲り渡すことになってしまうんですが、そのことを説明するにはあまりにも時間がちょっとなさすぎるので、それはちょっと次のビデオの方に回させていただきます。